ぷーぷーぬぬだよ。皆さんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。ぬぬさん、今日は何を？今日の動画はこちら、京セラのポリッシャー BRSE1800、 こちらを使って私のニーチクラウンをどこまで綺麗にできるのかやっていきたいと思います。はい、今回は10研磨ではなく経研磨でやっていきたいと思います。ほう、経研磨って何か違いがあるんですか？はい、経研磨だと本当にリスクが少ないんですね。それに加えて今日使っていくこちらのポリッシャー、このポリッシャーの紹介動画も以前上げてますので、そちらも合わせて見てもらうとより分かりやすいんですが、このポリッシャー自体も本当にリスクが少なくて失敗しにくいポリッシャーになりますので、経研磨だとどこまで綺麗にできるのかっていうのをぜひチェックしてもらえたらと思います。オートバックスでも買えるこの格安ポリッシャーですね。そうです、そうです。で、経研磨を覚えてもらうと本当に自分の車の日々のメンテナンスくらいだったらできるようになりますし、あと経研磨の応用編っていうところも今日お伝えしていこうかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、それでは行ってみましょう。ここで皆さんにお知らせがあります。11月2日土曜日に大阪府のスーパーオートバックス豊中庄内店で来店イベントを開催します。こちらのイベントは韓国製品とポムル製品の上陸を記念したイベントになっています。当日は限定ステッカーとヌヌファクトリーオリジナルショップ袋、そしてご希望者の方にはサインもプレゼントさせていただきます。そして10月27日日曜日に岐阜県のピットマンモーターフェスに今年も参加します。とってもかっこいいデモカーたくさん見れますし、ポムル製品もイベント限定価格で販売していきます。そしてめちゃくちゃ楽しいミニイベントもあるみたいなので、ぜひ皆さんピットマンモーターフェスにもお越しください。それでは今回使っていくこちらのニーチクラウンですね、うちで持っている車の中では一番年式が古いタイプになっていて、だいたい2013年式くらいになります。はい、なのでそれなりのダメージや傷なんかも蓄積されています。一番わかりやすいのが、ちょっと水をかけてみます。まだ洗車してない状態ですね。はい、全く何もしていないです。はい、水をかけるとちょっとこうまばらな弾き方をしますよね。こんな感じで。はい、これね、水垢が乗ってるのでこういうまばらな弾き方になります。で、経研磨だとこれも落とせちゃいます。これ落とせるんですか？はい、これ経研磨した後にもう一回水かけてみると、ほんと浸水状態で全部きれいに水垢が落ちるので浸水状態になります。まあ、いわゆるリセットっていう状態ですよね。うん、そうです、そうです。こういう水垢って酸性クリーナーで落とそうとするっていう方もいると思うんですけど、うん、そういう方もいると思います。ただ酸性クリーナーでは取りきれないくらいの水垢もありますよね。そういう時は研磨が必要になりますので、今日紹介していく経研磨は覚えておいて損はないと思います。なるほど。はい、まあ、水垢がちょっと重症化といいますか、うんうん、酸性クリーナーではちょっと取りづらい水垢なんかも研磨だったら取れるってことですね。そうです。重症化してしまったものは研磨が必要になってきますので、まず経研磨から入ってもらうとやりやすいと思います。それともう一つ経研磨のメリットがあります。経研磨をすると水垢と一緒に洗車傷も取れるっていうのがメリットになります。なるほど。先ほど出てきた酸性クリーナーだと確かに水垢は取れるんですけど、施工する時の吹き傷が入りやすかったりもします。ただその点経研磨の場合は水垢と一緒に洗車傷も取れたりしますので、これも経研磨のメリットの一つです。それとメリット3つ目もあります。ちょっとカメラマンさん、ここ寄ってください。はい、あ、傷がありますね。そうなんですよ。これ先ほどうちのスタッフがゴムポールに擦ってしまったんですね。あらら。そう、ゴムポールって分かりますかね、オレンジと白のあの柔らかいポールなんですけど、はい、あれに擦ってしまった跡がこれになります。なるほど。はい、ただこれも経験まで取れると私は思います。なるほど。うん、やってみないと何とも言えないところではあるんですけど、私の経験的にはこれくらいの傷であれば経験まで取れる時の方が多いので、今回はこちらも経験までやってみたいと思います。それではボンネットの方を洗車しまして、こんな感じになります。真ん中の方マスキングしたので、今回は運転席側を経験磨やっていきます。はい、まず準備するものをお伝えしていきます。まずはこちらですね、スポンジバフというものになります。で、このスポンジバフも固めの低反発バフっていうのと、まあ、こういう柔らかめのスポンジバフっていうのがあるんですけど、経験磨であればこちらでもいいと思います。
固めの方はちょっと跡が残りやすかったりとかするんですね。ただその分除去力も強いです。初めてやるという方はこっちの柔らかい方が跡もつきにくいですし、リスクも少ないのでこちらをおすすめしています。続いてはコンパウンドです。コンパウンドは今回お店のコンパウンドを使っていきます。基本的に何でもいいんですけど、おすすめとしては 3M のコンパウンドをおすすめしています。 3M のコンパウンドの中で特におすすめしているのはハード1とハード2になります。順番的にはハード1で初期研磨をした後にハード2で仕上げ研磨をしてあげるという流れになりますので、 3M のコンパウンドもよかったらチェックしてみてください。今日はお店のコンパウンドでやっていきます。そしたらポリッシャーにバフを装着していきます。この辺のバフの装着の仕方とかコンパウンドの取り方は前回の動画で詳しく紹介してますので、そちらの動画を見てみてください。はい、じゃあ今日はこのスポンジだけで仕上げるって感じですね。そうです、これでどこまで仕上げられるかっていう回になりますね。それとここがスピードのダイヤルなんですけど、今回私は5でやっていきます。ただ初心者の方はだいたい3とか4ぐらいから始めてもらって、徐々に徐々に回転を上げていくのがおすすめです。特にこのダイヤルでやりましょうみたいなのないんですよね、うん、ないです、ないです。自分がやりやすい速さでやってみてください。はい、コンパウンドを広げていきます。はい、じゃあ回します。はい、まずは全体に伸び広げていきます。でここから当てていくんですけど、スピードはこれぐらいで問題ないです。もうちょっと重研磨とかになるともっとゆっくりじっくり当てていくんですけど、軽研磨であればこれぐらいのスピードでも問題ないです。まあ、ちょっと気持ち流していくっていう感じですかね。そうです、そうです。こうサクッと磨いていくっていう感覚になります、うん、でこのバフ本当はめちゃくちゃ大きいんですけど、実は磨けてるところは本当に500円玉とかそれぐらいの範囲になるので、さっき磨いたところにかぶるように磨いていきます。なるほど、はい、じゃあ今ここですけど、次行くときはもうちょっと気持ちずらすぐらい。そうそうそう、これぐらいです。なるほど、なるほど。磨き忘れが出にくくなります。でやっぱりコンパウンド切れるまで磨いていくんですかね。そうですね、なのでもうちょっと磨いていきます。はい、でこういうプレスのところはちょっと角度変えて、バフがずっと回るのを意識してやってください。止まってたら磨けてないので、しっかりバフが回ってるかどうか確認しながらやってください。で今横でやったんで次縦でもいいですね。なるほど、縦横ですね。うん、縦横の方がやっぱり傷は取れやすいです。傷って一定方向に入るわけではなくていろんな方向から入るので、縦横で磨いてあげた方がいいですね。圧はどうですか？圧は全く入れてないです、このポリッシャーの重さだけかかってるっていう感じですね。ほんと手を添えてるぐらいになります。コンパウンドも結構切れてきたので、これで拭き取って傷の確認をしていきます。綺麗なマイクロファイバーですね。そうです、うんうん、くすみはだいぶ取れたと思います。ちょっと後でマスキングをね剥がしてみましょう、うん、そうですね、肉眼で見るとだいぶ綺麗。じゃあこの流れで、まあ、上の方もやっていきます。ちなみにヌヌさん、はい、慣れてくると片手とかでやってもいいんですか？あ、全然大丈夫です、特にこのポリッシャーはとにかく失敗のリスクがなくて優しく磨けるので片手でも全然扱いやすいです。あとはコードがないので片手でもやりやすいと思います。まあ、こういう真ん中のとことかね、人によっては片手で伸ばさないとできないというところもありますからね。そうですね、これだとちょっときついので片手でやってあげた方が楽だと思います。最初はちょっと転倒してしまったりポリッシャーが暴れちゃったりとかもするかもしれないので、最初は両手でやって慣れてきたら片手がいいと思います。はい、こういうプレスラインもやっぱりポリッシャー使いたての人は怖いと思うんですけど、スポンジだったらどうなんですか？あ、スポンジだったら全然問題ないと思います。お、他のウールバフとか、まあ、ちょっと強めのポリッシャーとかになってきて、ここのプレスの山のところですね、この辺をゴリゴリ当てちゃうとそこの色が飛んでしまったりとかするんですけど、スポンジであれば全然問題ないです。特に
みたいに上からしっかり当てていればパッドが当たるってことはないですね。ないですね。いい感じですか。いい感じです。でもどうですか、ヌヌさんは普段コード付きのものを使ってると思うんですけど、コードレスはどうですかね。いや楽ちんだよね。やっぱりコード付きだと肩にかけたりとか、このボディに当たらないように気を使うんですけど、そういうのがないので、もう気兼ねなく好きなところをどんどん磨けるのでめちゃくちゃ楽です。手軽ですよね、でコンパクトだしね、サイズも、すごくやりやすい。こんな感じです。ではヌヌさん、運転席側の方磨いてもらったんですけど、ひとまずマスキング剥がしてみましょうか。そうね、そっちの方が分かりやすいと思うので、はい、いきます。はい、おー、自分で磨いてたおーっていうのも変だけど、あ、ツヤが全然違う、なんかマスキング取るとすごい分かりますね。確かに磨いた方が、やっぱツヤが深みが出てますよ。そうですよね、ツヤもはっきり出てるし、色味もしっかり黒に戻りましたし、ちょっとカメラでは見づらいかもしれないんですけど、未施工面についていた水垢と洗車傷も施工した方はしっかりと取れてるかなと思います。やっぱりスポンジ一周掛けだけでも結構ツヤ出るんですね。そうですね、結構ゴリゴリに磨かないとこんなにツヤ出ないんじゃないかって思う方もいると思いますが、経験磨でもこれくらいのツヤは簡単に出せます。でもちろん重研磨した方がよりツヤツヤにはなりますが、経験磨でも水垢によるくすみを消してツヤを出すくらいなら全然できますね。なるほど、はい、もうこれ水垢がリセットされていると思いますので、はい、ちょっとこの後水をかけてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、じゃあヌヌさん、はい、それでは水をかけてもらっていいですか。はい、あれ、はい、弾いてますね、やったところそうなんですよ、実はコンパウンドの中にも油分が入ってますので、磨いた直後に水をかけるとこんな感じで弾きます。あ、いきなり浸水になるとかではないんですね。そうなんです、最初は弾いちゃうので出し洗車をしていきます。ほうほう、まあ、これはこの磨いた後にコーティング乗せる場合も出し洗車してあげた方がコンパウンドの油分が取れてコーティングのノリが良くなるので、出し洗車挟んであげた方がいいと思います。これはできれば出しシャンプーとかの方がいいんですかね。そうですね、出し剤でももちろんいいんですけど粉が出てしまうので、その粉落としも一緒にしたいという場合は出しシャンプーの方がいいですよ。こういう細かいところの隙間なんかも粉が入っちゃうんですね、でこういうのも洗車であれば一緒に取れたりもできるので出し洗車がいいと思います。もし脱脂シャンプーがないっていう方は、中性洗剤とかでもいいんですか。あ、全然いいです、いいです。脱脂シャンプーにこだわらなくても中性シャンプーでも全然効果あります。これで流すと、油分が取れて浸水になります。本当ですか。本当です。おー、こんな感じです。なのでうちのお店でも脱脂をしっかりした後に浸水になってるかっていうので油分除去ちゃんとできてるかのチェックの目安にしています。そして全然こっちと違うぞ。そうなんですよ、反対側はやっぱり水垢が残ってるのでまばらな弾き方です。なんかもう引いてますもんね、そう、水が引くっていう言い方の方が正しいと思います。でこっち、そう、反対側はもう全く水が引かないですね、ずっとのぺーと残ってます。これは水垢がちゃんと取れてるからですね。じゃあもうこれがリセットされている状態ということですね。そうです、これがリセット後になります。それでは残りの助手席の方も研磨が終わって脱脂洗車もしました。水をかけるとこんな感じになります。もうさっきのまばらな水弾きが、ほとんどなくなりましたね。そうですね、綺麗にリセットできたと思います。でこのボンネットはこの後デビルズティアをこの状態で施工していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。みんな大好きデビルズティアを施工していきます
大体40センチ四方にワンプッシュなんで、クラウンのボンネットだと半分で2プッシュぐらいですね。でこうめちゃめちゃ霧で細かく出てくれるので結構施工しやすいです。やっぱりこういうボンネットも水垢だらけのボンネットにデビルやるのと、うんうん、今こうやってリセットされた状態でやるのとだとなんか違ったりするんですか？うん、まず定着が全然違ってきますね。しっかり水垢を除去してあげた方が当然定着は良くなりますし、施工性も良くなります。こう邪魔になる水垢がいない状態で施工できるので、まあ、結構施工性も良くなりますね。じゃあムラになったりとか、うん、拭き取りがしにくいといった、うんうんうん、そういったのを防げるということですかね？そうです、そうです。でムラにならない感じをよかったら見てみてください。ちょっと多めにつけてみますね。はい、多めにつけて、かなりばらまきましたよ。そうだけどちゃんとリセットされてて、かつデビルズティアの施工性だったらこんな感じで一周拭きでも全然ムラにならないです。さっきからタオル1枚しか持ってないですからね。そうなんですよ。二度拭きとかも、まあ、いらないと思います。こんな感じなんで、結構簡易コーティングやってるけどあんまり効果実感できないなっていう方はもしかしたら地が悪い可能性もあるので、ちょっと一回リセットやってみてから施工してみてください。じゃあ、まあ今回の研磨を皆さん見てもらえれば、うん、リセット研磨してからデビルも施工できるってことですね。そうです。慣れてくればこのクラウンのボンネットでもだいたい5分10分ぐらいでリセットできちゃうので、そんなに負担ではないかなと思います。うん、確かにさっきヌヌさん残りの半分も数分でやってましたね。そうですね。なので本当にこのデビルズティアの施工時間合わせても15分ぐらいでできちゃうと思います。うんうん、毎回やる必要はないですからね。うん、定期的に水垢ができればリセットすればいいだけですからね。うん、そうですね。デビルズ施工するとこんな感じです。今施工直後なんですが、はい、この状態で水をかけてみます。あ、もうかけちゃうんですね。うん、速撥水も結構デビルのいいところなのでいきます。はいはい。おおマジっすか。こんな感じです。え、バチバチ。そう、こんだけ速撥水してくれたらすごくないですか。え、これまだ施工後1分経ってないですよ。そうですね、30秒ぐらいそう、え、こんな変わるんですか。そうです。さっきの浸水状態が嘘みたいでしょ。いや、すごいすごいすごい、すごい。あ、かわいい。どん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 弾く水が落ちてくぞ。そうなんですよ。あーあーあああマジっすか。結構水玉も細かいですよね。これクロス1枚で5分ぐらいで施工してましたよ。そうです。あんなに簡単だったのにもうこんなにバチバチ撥水になります。なんかもう研磨がすごいんだかデビルがすごいんだか、はい、ちょっと分かんなくなってきましたねまあね、ちょっとどっちかというとデビルのすごさが際立ってしまったかも。こんなにすごいデビルズティアなんですが、はい、なんとハロウィン限定ラベルが登場します。おお、はい、これはね数量限定になります。また完成しましたらツイッターなどでもお知らせしていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。宣伝ですね。宣伝しっかりはい、ではヌヌさん、はい、次はですねこの木付け石ですね。うん、なんか見た感じはすごい深そうな気がしちゃうんですけど、取れるんでしょうか。ちょっとやってみましょうか。お願いします。皆さんこれが一番気になってると思うので、こういうのよくできちゃいますよね。なんか知らないうちにこういう傷とかさ結構できやすかったりするじゃないですか。例えば草とかね、うんうんうん、当たっちゃった場合とかありますもんね。うんうんうん、そう、そういうのよくありますので、まあ、こういうのも簡単に消せたらいいですよね。はい、ちょっとやっていきます。お願いします。できました。取れてる。ちょっと拭きますね。取れちゃいましたよ。うん、余裕ですね。跡形もなく綺麗に消えました。しかも30秒ぐらいじゃないですか。うん、時間にしてそれぐらいでも本当にこういうのってこうぶつかってしまったものの表面が熱でこう擦れてついちゃってるだけなんですね。うんうん、なので傷ではないんですよ。表面に汚れがついちゃっただけ。
あ、例えばさっきのゴムだったら、うん、ゴムの部分の摩擦がちょっとついちゃってるみたいな。そうです、そうです。それを取り除いたみたいな感じですかね。うん、そうです。なので傷ではないので本当に表面軽く研磨するだけでも全然取れます。ちなみに、はい、草が擦れちゃったとか、うん、枝がちょっと当たっちゃったとか、うんうん、この辺結構あると思うんですけど、そうですね、こういうのはだいたい経験磨とかでも取れたりするんですかね。それは場合によりますね、うんうん、やっぱり枝とか草になってくると今度は傷の部類になってしまうのでちょっと場合によるかなという感じです。なるほど、はい、目立ちにくくはなると思います。無事に綺麗に落としてよかったです。はい、というわけで今回は京セラの BRS1800 を使って経験磨でどこまで綺麗にできるのかというのをやってみました。経験磨でも意外とできることって全然あるんですね。そうですね、経験磨でもしっかりとツヤも出せますし、ある程度の水垢や洗車傷も経験磨では落とせます。重研磨と比べると例えばエッジの入れ方とか圧のかけ方とか守らないといけない約束というのが経験磨では少ないので誰でも簡単にチャレンジできると思います。そして経験磨をマスターできれば今日はやらなかったですが窓ガラスの油膜取りやあとワックス施工なんかも使えます。ストライト磨きなんかもできます。割と応用編も結構たくさんありますのでぜひコメント欄でこういうのが見たいというのがあったら教えてください。例えば今日やらなかったですがドアミラーの磨き方やヘッドライトの磨き方も教えてほしいというのがありましたら動画で教えていきたいなと思いますのでぜひコメント欄で教えてください、はい、それでは今日はこの辺でぬぬでした。バイバーイ。